本日は鳴子音楽祭2014にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。それでは次のグループをご紹介しましょう。仙台を拠点に県内のライブハウスやイベントで活動しているバンドです。石巻のトリコローレ音楽祭などにもね、私が参加してくださいました。鳴子音楽祭に出させていただいて、鳴子の温泉の湯気に負けないくらい熱気を出して頑張りますとおっしゃっています。それでは懐かしい曲聴かれるかもしれませんので、ぜひお楽しみください。ソナリの皆さんです、どうぞ。アスファルト急な坂、息もつ
皆さんこんなにいっぱいいると思わなかったんですごく嬉しいです。どうですか調子は。佐藤のドラムあれ緊張して佐藤キーボードの人がね、昨日風邪ひいたっつってマスクしていいかなって言っていいよって言ったらタイガーマスクじゃないですか。どうぞ。あ、すみません。どうぞ隠れてです。そんな感じなんで、あの80年ぐらいですね、ちょっと懐かしい曲をやってきますんで、まあ、あのご有力と聴いていただければと思います。次はですね、いいですか。あのですね、あの懐かしいカンチーっていう言葉で流行ったあの東京ラブストーリーのテーマソングです。
とうございます。石巻のトリコロール音楽祭から、はい、ありがとうございます。石巻でございます。失礼します。これで、からはってましてツアーも残りわずかとなってましたが、勝手にツアーって言ってるんですけど、10月のですね、26日日曜日なんですが、仙台の駅前のアイルっていうところで外でやりますので、昼間ですね、お昼ぐらいの時間帯にやりますので、まあよろしければ来ていただければなと思います。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。残り2曲になってしまいました。名残惜しいんですが、まあやりましょう。来ることに行ったわ。骨のんつが俺I'm not afraid to die.
疲れ様です。募金したからね、募金。はい、よー。ちぃちゃん、何いいの？いや、いいっすね。募金はまだろ？最後の。ちょっとセッティングがあるんで、ちょっと。いや、でも持ってない？嫁ください。嫁？ちょっと待って。何ですか？悩みでな。これ、2個待ってて。大丈夫です。一応サングラスは最初の曲のトーキャットの振られる気分でロックンロールで歌う人がサングラスかけてるんで、それでサングラス知らない人みたいな、なんだろうね。すごい腕マネージャー的な感じなんですけど、いいです。では最後の曲です。ダイヤモンド。Thank you.
ございました。ソラリの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ということで皆さん、ちょっとまだ時間が早いんですけど、拍手が聞こえるともう一曲やってくれるかもしれないが鳴りやまないうちにお願いします。フラリ気分でロックンロールを同じ曲で、すいません。
さんでした。ありがとうございます。拍手でお送りください。ありがとうございました。いらっしゃいませ。じゃあ、まどかちゃん。